はい、皆さん、こんにちは。えー、00プログラム関西担当のオリバーです。えー、今日の記事は、えー、代理人は必要かえー、アメリカ大学サッカー留学の、えー、ための代理人はどんな仕事をしてるのかという記事をちょっと紹介していきます。えー、っとですね、ここ数年、スポーツビジネスの中で、えー、代理人の仕事が、あすごく、日本だけではなく、世界中にも、あ広がってるっていう流れが、えー、あります。 まあ代理人の仕事は主にチームとえー選手をつなぐということが、まあ、すごく貴重な役割を果たしているのではないかなと思います。あのー、まあ皆さんの中には代理人がえ具体的にどんな仕事をしているのか、まあちょっとわからない方も多いと思うので、今回の記事はえそれを紹介していきます。 えまずはですね、えー、代理人の仕事、ナンバーワンは、えー、チーム探しですね。まあ、これは代理人にとって一番大きな仕事だと、えー、言ってもいいでしょう。えー、まあチ、チームが求めてる選手を探してあげて、で、えー、チームを求めてる選手をチームに紹介する。それが一番大きな、えー、仕事だと思います。まあ、これは代理人がいなくてもできるんではないかっていう、 え、意見もあると思いますけれども、なぜ代理人がまあ必要というと、やはりあの、信頼関係のところだと思いますね。まあ、長年代理人をやっている方は、えー、それなりに評判がいい代理人は、えー、そうですね、選手にいいチームを紹介できることができます。で、まあ、例えば大学のコーチの方が、 まあ、ええー、お前がいいという、いい選手というなら全額で免除するよとか、まあよりいいオファーを出すことが、ええー、できます。やはりそれは代理人とその監督さんの、えー、信頼関係に基づいたことだと思います。で、まあ、あのー、他の要素を、えー、代理人は考えないといけないんですね。やっぱりそのチームと選手が、ええー、うまくマッチング、えー、するかどうか。 で、まあ、代理人はその大学のスタイルとか、えー、その監督の、えー、性格、まあ、地域の雰囲気などを考えて、まあ、みんながウィンウィンになるような,、えー、な結果を求めています、えー。次はですね、まあ、選手のケア。えーまあ、代理人はもちろんその物理的なケアをします。まあ、チーム探し、えー、住まい、あるいは保険とか銀行とかあらゆるな まあ生活に関してはアドバイスも出します。そしてもう一つは心の面でもサポートをしていきます。特に、あのー、やっぱり、えー、高校生が大学生生活に、えー、こう、なるときに、やはり、あの、いろんな不安が出てくると思います。まあ、学生生活の不安とか、まあ、人間関係の不安。もちろん、やっぱりまだ最初の方は英語はできないということもありますから、 まあそこでいろんな壁に、えー、当たると思います。まあ、その時に、まあ、話し相手として、相談相手として、えー、我々代理人が、えー、そこで、えー、けあの選手の心のケアをしますね。で、まあ、他にやっぱりサッカーのパフォーマンスとか、えー、学業とか、えー、あるいは編入とか、まあ、卒業後何をするのか、まあ、その4年から5年間ぐらいかかわ、 関わってその選手のまあえー、心のサポートをしていくでやっぱり私たちが、えー、適切なアドバイスをして、えー、一番やっぱり心強い存在であることが、えー、代理人の仕事だと思いますね 次はですね、私の、まあ、楽しみですね。えー、まあ、僕はこの代理人の仕事を十数年前からずっと夢を見てて、えー、アメリカで大学サッカー,ッカーやってた時に、もっと日本人が、ああ、ここに来て、えー、チャレンジできるのではないかなと、ずっと、えー、20代の頃から思ってまして、まあ、運よく、えー、今の、えー、ゼロゼロ、えー、プログラムと、 一緒にお仕事をしてもらって、えー、これから多くの日本人を送っていきます、えー。そうですね。アメリカのこの大学制度は、なかなかまだ日本の中では知られてないのかなと思ってます。まあ、いろいろな会社が出てきて、えー、少しずつ、えー、日本人選手がアメリカに行っていることは、えー、事実ですし、まあ、これからどんどん増えていったらいいと思います。 えー、で、まあ、僕が一番、やっぱり、えー、楽しみにしているのがあ、僕のサポートしている選手がサッカーで活躍することが一番の楽しみです。で、僕には一つの夢があって、僕が60ぐらいになって、えー、他の仕事がな、えー、くなった時に、えー、僕のサポートしている選手をアメリカで見に行くのが、えー、一つの夢です。いろんなね、州、アメリカにね、アメリカ中旅して、えー、その選手らの試合を見に行って、 行くのが、えー、一つの夢なんで、まあ、そのためには多くの選手を送りたいので、えー、ぜひね、えー、これからどんどん、えー、多くの日本人選手がチャレンジして、えー、行ってくれたらすごく、えー、嬉しいですね。はい。以上で。